自己満足と手抜きの部屋へようこそ。今回は、スーク、S33WS です。SJ4000 よりが質がいいらしいので、アマで9000円で買ってきました。まずは、開封してみます。中身は、こんな感じです。これが、カメラ本体です。防水ケースをつけたままだと電源とカメラボタンと Wi-Fi ボタン以外使えないので外します。これで、防水ケースが外れました。電源を入れます。メニューは日本語を選択できます。日本語にします。おかしな日本語が混ざってます。SJ4000 と比べてみましょう。SJ4000 より少し小さいです。では、動画を比べてみましょう。まず、SJ4000 から。次に、スーク S33WS です。確かに、SJ4000 よりも綺麗ですが青っぽいです。ちなみに、この撮影で使ったニコン J1 で撮った動画がこれです。ご視聴ありがとうございました。